今日からね、いよいよ名盤紹介というコーナーを始めていきたいと思います。実はね、僕専門が、歌謡曲なんですね。歌謡曲のレコードたくさんこちらにあるんですけれども、ちょっとね、著作権の影響で一番いいのはね、本当は CD とかレコード流すってご紹介したいのが本当は本心なんですけれども、ちょっとね、著作権というのがあるので、ちょっとね、僕が時には歌ったりとか、あとはね、歌詞の内容をご説明したりとかしながら、ちょっとね、ここにあります名盤をご説明していきたいと思います。記念すべき第1弾なんですけれども、こちらですね。はい、京女渚優子京都を歌うという LP レコードです。1973年に発売されたものですね。このように見開きのレコードになっていまして、京都のね、名所がこのように渚優子さんと共に撮影された写真が載っています。ではですね、ちょっとこちらの LP1 曲ずつ解説をしていきたいと思います。はい、ちょっと歌詞カードを見ながらね、説明していきたいと思います。 A 面の1曲目が京女という歌で、このタイトルにもね、なっている歌ですね。シングルとしても1973年に発売されていて、中西玲作詞、平尾正明作曲ですね。2曲目がね、渚優子さんの代表、一番の代表曲、京都の恋、ザ・ベンチャーズの作曲ですね。はい、ちょっとね、話がそれるんですが、実はね、僕あの渚優子さんに実際にお会いしたことがあるんですね。それは1990年代中頃に、僕の地元のスパリゾートハワイアンズ、昔はね、常磐ハワイアンセンターといったところなんですけれども、そちらにですね、公演にいらっしゃったんですね。その時に実際に歌をお聞きしまして、握手もねしていただいて、そして最後にね、 CD を買ってサイン色紙の方もねいただいたんですね。そのサイン色紙はね、この中のどこかにあるんですけれども、はい。そしてでは3曲目はですね、女一人、 A 六助作詞、泉拓作曲のデューク・エイセスさんで有名な歌ですね。ただこのアルバムに共通していることなんですけれども、全部ね、もちろん京都の歌12曲入っているんですが、京都とちょっとね、触笑気味になるのかなと思いきや、どの歌もね、とてもね、調和の取れたしっとりとした歌に仕上げられていまして、さらっとね、こう聞くことができます。あっという間にね、終わってしまうような感じなんですね。それはあの、とてもね、聞いてて心地がいいので、一曲一曲の歌がね、とてもね、心に響いてきて、本当に京都にいるような気持ちになれる、そんなアルバムなんですね。そして4曲目が京都の夜、相田健二さんで有名な歌なんですけれども、こちらはですね、あの有名なシャネルの匂いがっていう、シャネルの香りがっていう歌詞のセリフの部分ですね、そこは割愛されています。そして5曲目、今日の石段、こちらは阿久悠作詞、中村泰治作曲の渚優子さんオリジナルの曲ですね。そして6曲目、この6曲目 A 面の一番最後の歌なんですけれども、京都木屋町あたりという歌、僕ね、この歌がこのアルバムの中で一番好きな歌なんですね。ポント町とね、ポント町の方にある木屋町というね、あの町がありますね。そちらの町のことを歌った歌です。中西玲作詞、堤恭平作曲。ちょっとね、歌詞の方を読んでみたいと思います。雨降る京都の木屋町あたりで、都踊りではぐれた人と思いがけず巡り会えた。紅柄格子の木屋町通りは人目も多い、噂も早い。傘で顔を隠したら、今更声をかけてもきっと傷つくだけの私。
私が一人泣いたらそれで今夜の雨は上がる。古い京都のしきたり通り、知らないふりをした私、京都木屋町お座敷帰り、頬を刺す針の雨というね、とても詩的なしっとりとした歌に仕上げられています。では B 面ですね。 B 面の1曲目は京都慕情です。こちらもね、京都の恋と同じぐらいヒットしたザ・ベンチャーズ作曲の歌ですね。そして2曲目、今日のにわか雨です。こちらはですね、小柳ルミ子さんで有名な歌ですよね。そして3曲目が京都から博多まで。この歌は、藤恵子さんが歌われてヒットした曲ですね。阿久悠作詞、猪俣公章作曲です。そして4曲目が京都北山杉木立という歌でして、こちらは渚ゆう子さんのオリジナルの歌です。そして B 面の5曲目、この歌がね、僕この LP の中で2番目に好きな歌なんですけども、京都神戸銀座、橋幸夫さんでね有名な歌なんですけれども、この歌もね、渚ゆう子さんのアレンジで、とてもね渚さんの声に合った調和の取れた歌で、ちょっと橋幸夫さんの歌のイメージとはまたガラリと変わった曲調になっています。この歌はね、まるでね、元から渚ゆう子さんが歌われていたんじゃないかなって思うぐらい違和感のない歌に仕上がっています。そして最後がなのにあなたは京都へ行くのという歌で、こちらはねオリジナルの歌ですね。ということで、こちらの本日ご紹介しましたのが、渚ゆう子京都を歌う京女という LP レコードをご紹介させていただきました。これからもね、どんどん名盤の方を紹介させていただきたいと思います。お楽しみください。